この巣場。おめでとうございます、ダクネス。いい1年になるといいですわね。ありがとう、メル。わざわざ祝いに来てくれて嬉しい。何を言っていますの。お友達なのですから、誕生日のお祝いをするのは当然ですわ。もちろんプレゼントも用意してありますの。ダクネスなら絶対気に入るはずですわ。それは楽しみだな。どんなプレゼントだろう。それは私の雷を好きなだけ受けられる権利ですわね。嬉しいでしょ。なんという素晴らしいプレゼント。一度思う存分あのしびれる感覚を味わいたいと思っていたのだ。ダークネスならそう言うと思ってましたの。さあ、それでは手を出してくださいまし。さあ来い。あの全身を駆け抜ける痛み、すべて受け止めてみせよう。あれ、おかしいですわね。今日は雷が出ませんわ。早くしてくれ。心の準備はできているぞ。それとも、もしや、もしや極限まで私を焦らす気か。まさか誕生日にまで焦らしプレイを食らうとは。たまらん。いえ、やっぱりダメですわ。え、大切なお友達に雷を当てるだなんて、私がどうかしていましたわ。ごめんなさい、ダクネス。そうか。いや、謝らないでくれ。そういうことなら私も諦めると。好きありですわ。よーし、身構えてる時より不意打ちの方がダクネスは喜ぶかと思いましたの。いかがでした。素晴らしいシャービス精神、そして最高の誕生日プレゼントだった。この巣場。これをどうぞ。お役に立てばいいのだが。カズマさんからのプレゼントだ。お祝いにアクセルハーツの特別なショーをしよう。来てくれるかな。さあ、今日も気合を入れて冒険に出かけましょう。